にはたまらないマンションです。そして続いても管理人に付加価値のついたマンション、一体どういうことなのか。早速管理人室を訪ねると、そこには救急箱が。看護師をしてまして、今はこのマンションの管理をしております。そう、こちらは看護師資格を持った元ナースが管理人のマンションなんです。こちらは病院でございます。